皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。本日1月20日木曜日、私は主のものという題でお話をいたします。イエス様は私たちの一部分だけを買い戻してくれたんじゃないんです。丸ごと全部、罪も良きものも全て買い戻してくださいました。二重の意味で神のものですね。一つ目は神が私たちを作られたから、二つ目、神がイエス・キリストを通して私たちを買い戻されたから、二つの意味で神のものです。しかしさらに、神は私たちを完全にご自分のものにしようと願っておられます。霊、魂、体、そのすべてを、三重のその世界を清め、そして私たちの王となりたいのです。そのために主に協力する必要があります。私自身が主ではない、主が主と私の中でなっていただく、本当の意味で主が私の主、王となってくださるまで、私たちは安心しないで明け渡していきましょう。イエス様は愛であられ、憐れみ深く優しい方ですよ。しかし敵に対しては厳しく勇ましく、戦いに長けきお方です。どんなに問題が大きく敵が強く見えたとしても、恐れる必要はない。主が共におられるからです。あなたの力ではない、主の力によって私たちは勝利できる。行き詰まりを感じたとしても、主の力強いその腕の下に私たちはへりくだることが大切です。ペテロ第1、5の6ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるとあるんですね。素敵な素敵な神様、この方を信じて歩んでいきましょう。あなただけが我らの神、あなただけが救い主、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。